コンドムはフランスの奥下にー地域圏、ジェール圏にある人口7000人余りのコミューンである。コンドム、コンドームとも表記されるが、ビボインで、こと、とお鼻に抜いて発音する。ジェール圏北部にあり、県内では県庁所在地欧州に次ぎ人口の多いコミューンである。この町はかつてスペイン北西部にあるサンティアゴでコンポステーラへ向かう巡礼路にあり、 交通の要衝として栄えていた。ジェイル県はフランスでも人口密度がかなり低い県で産業の主体は農業である。特産品にコニャックと並ぶ高品質のブランデーとして知られているアルマニャックがあり、コンドンがその生産の拠点になっている。中世から交通の要衝、宿場町として栄えており、観光も重要な産業の一つである。県北部の文化、 経済の中心都市で農産物の集産地であるとともに商業も盛んである。13世紀の建築とされる元とプイバルダンの二つの城をはじめフランス文化省が指定した19の文化財がある。コンドンの大聖堂は特に有名である。ヒニングのコンドームは石コンドームが発明したとするのが一般的であるがこの町に起源を持つとする説もある。ありがとうございます。